日本神奈川県川崎市宮前区南平台南平台は神奈川県川崎市宮前区の町名。定番を持たない単独町名である。1985年11月5日に住居表示が施行されている。郵便番号は216-0024。面積は0.32平方キロメートル。宮前区の中部に位置する。透明高速道路が 南平台の南東端を通過し、東京料金所や、その他中日本高速道路関連の施設が、所在している。それ以外は、市営住宅など住宅地が広がっている。南平台の北端は、白旗台や平と、南東端では、東名高速を、おおむねの境界として、欅平に接する。南端では、土橋や犬倉と、西端では初山に接する。 これらの町域はすべて、宮前区であり、南平台は、市、堺や役堺には接していない。当地からは、縄文中期の初山遺跡が発掘されるなどしている。江戸時代までは、平村の、明治から、川崎市編入までは向ヶ丘村の一部であった。戦時中には、軍用地として接収され、戦後に解放された時には、大和向ヶ丘の一部となった。 戦後になり、市営住宅が建設されるなど宅地化が進んでいったが、前後して、透明高速道路が開通し、騒音が問題となった。地元住民たちの、8年間に及ぶ、日本道路公団との交渉の結果、全国初となる R 型車音壁が設置された。戦後に、大和向こうが丘が成立した際、当地は、以前の大技平の南部に位置することから、 地南平とされた。住居表示を施行する際には、その南平に地形を表現する台を合わせ、さらに渋谷区にある南平台町の良好な住環境のイメージも重ね合わされて南平台となった。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。人口推移のグラフ南平台の人口は、 以下の表のように推移している。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東京料金所の真下を、武蔵野南線が通過しているが、同線は基本的に貨物線であり、また当地に同線を利用可能な駅設備も存在しない。路線の詳細については、東京料金所停車する路線を参照のこと。 東名高速道路の東京料金所に隣接して、向こうが丘バスストップがあり、各方面への高速バスが発着している。川崎市交通局が、当地と宮前平駅や溝口駅などを結ぶバスを運行している。東京料金所の航空写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。ありがとうございます。